はい、おはようございます。本日は宮島に来ております。はい、今日はね、桃福家と、もう一方ね、ご夫婦と一緒にね、店にね、登っていこうと思ってますね。今待ち合わせ場所に向かってます。フェリー乗り場で待ち合わせだったよね。あそこおる、あそこ立ってる、ほら、あそこおる。おはようございます。おはようございます。どうも。はい、本日ご一緒するのは川前さん夫婦です。おはようございます。すごいね、これ何？団体さんが。多分修学旅行。あ、修学旅行。多分来ますか、じゃあ。行きましょう。どっち乗られます？松台か JR か。どっちでも行く。これ5分だったんだ。この後だね、多分乗るのはね。このバーコードね、これをかざして。ああ、はい。お、なるほど。このバーコードでかざすんですね。ここに。すごいね。はあ、ははあ。すげえ。今こうなっとん。今こうなってる。すごい。あ、今日カキ食べないけんな。食べ歩きは行きたいところに。アイス食うんでしょ、どうせあなたら。このクソ寒いのに。頭おかしいよ。頭おかしいとか言われたって。あんな、こんな寒い日に。ホットコーヒー飲んでよ。それがないと、それがないと食べれない。意味わかる。結構、あれだね、階段だね。あ、ほんまじゃ。ほんとだ。ほんまじゃ。九千登山道。もみじ谷コース。レッツゴー。きついけど最高。階段がね、結構登山って答えるよね。よいしょ。いや、いいところ、めっちゃ綺麗だね。赤いね。いいね。あの人長くなるよ、写真撮りながら。だからあの牛木山の時も長かったんじゃけんね。川前さん、はい、今どこ？あ、ここか。ここですね。で、このコースを上がります。それは何コースなの？これがもみじ谷コース。あ、もみじ谷コース。で、帰りはそこの仁王門っていうところから分岐して、ここの大松院コースを回って帰ります。うん、おー、なるほど。ここ大松院なんですけど。はあ、はあははあ。こう行ってこう来るね。オッケー。あ、でもなんかここら辺は歩きやすそうだけどね。パッと見今はね。うん。今はだもんな。もみじ谷橋。もみじ谷橋ですね。下がもみじ谷川。あ、そうなの。下がもみじ谷川。川。かかってるもみじ谷橋。ああ、なるほど。じゃあ、いや、眺めがいい、気持ちいい山はいいですね。山頂まで 2.2 キロ。牛引きはもうそれぐらいだったね。 2.4 か5か。よし、行こう。じゃあ、よいしょ。わあ、いいな、いいな、この山。え、早っ、抜けろ来たよ。え、まだ200メートルしか進んでないの？こういう見方はしていけん。うるせえだ。はい、行けや。もう2キロよ、あと。
こんにちは。そう。撮影の裏側を見てしまう。何これ。何ですか。段差がでかい。よっこいしょ。ウリちゃん段差を取ってて。そうですけどね。と思ってる。大丈夫。マジで。お、結構ありますね。よいしょ。よいしょ。牛引き穴よりきつい気がする、うん、もうすでにこれ牛引き穴の楽だな足がもうすでに足がこの階段あんだけあったけどだいぶねえ早い本当に早いかもしれんゆりちゃん、そのままいいよ。よいしょ。この手すりありがたいな。よいしょ。じゃあ、1.7 キロか。OK。行こう。上んとこ、うん、でもわしみたいな初心者がさちょっと軽い気持ちではちょっと挑めないなこれなかなかのあれやっぱりこう階段が多いですね、ちょっとなかなかこれ手すりがあるけどまだいいけど、うん、アミちゃん、はい、若えなおいそうっす、うん、やばやばいね、うん、あと 1.1 キロ。よし。では行きましょうかね。アムさん。はい。アムさん、OK。はい。これ上がったら階段終わりかな。あー、ずーわいと思うんですけど。あ、短いのありますけど。ずっと階段だと思うな。高山さん、気をつけてよ。はい、大丈夫です。ありがとう。はい。何時今？11時。1時画面だったかね。でもさっきみたいなあの難所の階段はなくなったね。あと800メートルだって川前さん。登った。でも頑張った。もう終わりじゃ。800メーター。この岩でかっ。でもね、これカメラじゃね、大きさがわからない。サイズ感がね。すごいね。見てほら、あん中。あの岩で支えとんで。中とかの岩でね。すごい。
よし。はい。結構あんな。開けてね。よし、あともうちょっと、あと 500m ぐらいか。そろそろ頂上ですね。あともう少しで近くなってきましたけど、いやー、結構険しい道のりでしたね。階段が、よいしょ。わ、だんだんもうだいぶ上だね。こんにちは。こんにちは。いた。こんにちは。はい。うわ。絶景じゃん。すごいね。うん。いいじゃん。岩がすごいいるじゃん。はあ、あそこ。あそこ。もう少しだね。すごい。来た。おお、あれか。あれが例の。行こう。今行こう。おお、これか。わ、たまたま人がおらん。すごい。姉ちゃん行け。えい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 。じゃあ、じゃあ、はい、なるほど。それ、はい。タッチ、来た。535m、ね、宮島伊仙山頂 535m。 すいません、皆触ってもらってもいいですかね。はい、登頂。登頂、イエーイ。はい、どうも。トイレ行こう。はい、今ね登頂したんでね、おやつ食べてきますね。コーヒーと、はい、これね嫁さんが作った、昨日夜な夜な作ってましたね、カヌレ。エリちゃん開けて。よいしょ。いただきまーす。うん。めっちゃ飲み頃。飲み頃？おいしい。おしなも入れて。今は11時44分。ちょっと予定より遅いかな。予定よりは。11時44分。で、帰りは大松院からね。大松院高速。大松院高速下って、
下山していきたいと思いますね。まあとりあえずここでゆっくり休憩して、うん、降りようかな。はい、休憩も終わったんで、今から下山していきたいと思います。話しておる大丈夫ですよ、もう登った後じゃけん。そうです、ちゃんと登れたんで。3人揃って赤いザックでね、ほんまにおもろいな。仁王門、あ、じゃあこれおる、おる、あ、おったおったおった、はい、いたね。うん、よいしょ。よいしょ、やべえ足が。あれ、わい、ここなんか動画で、誰かの動画で見たことあるな、ここら辺。本当、うん、よし、あ、すまんや、ほんまじゃ、うん、足ガクガクなんですけど結構よいしょ。今日はあともうちょっとっていう言葉すげえ聞いたこれほんまです下の方が風強いね。下の方が強いね、強いです、うん、上全くなかったじゃん、うん、あ、だいぶもうだいぶ、もうすぐだね。勝因わっ、きれいじゃん、エリちゃん。きれいだな。もう少しじゃ、まめちゃん、はい、あともう数百メートルだね、多分。そうですね、ね、よし。いやでも楽しかったね、はい、よいしょ。またあの何、うん、あの夫婦で行くのとこうまた違うもん ね、 ですね、みんなで行くのもね、いいとこよ。絶対そう、頭の中もルーティーとかじゃん。誰、いやまだだな、うん、今ね、二人でね、いいとこだねって話をした。ビールの話なんか一切してないよね。そんな。え、全然欲しくないよね。鹿どこ？どこ鹿？よいしょ。ん？どこおる鹿？あ、いた！はい、こんにちは。こんにちは。お名前は？あれ微動だにせんのだけど。あ、覚えた。はい。はい、今もみじ谷コースから帰りは大正院だっけ？
大松院コースで今ね下山してきました。何時頃だったっけ、10時頃始めたよね、はい、で今1時40分なんで3時間半ぐらいかね。いやー初めて登ったんですけど感想はきつかったですね、やっぱり。でも楽しかったね。はい、今ね町じゃないね、散策してますね。チーズカレーパンで、私はもうカキカレーパン食べて終わりました。いやまだまだ食うね。ここからね食べるね。よいしょ。まだカキしか食べてないもんね。もう僕カキカレーパン食べましたから、うまかったっすよ。よいしょ。ほんまじゃ、だいぶ塩引いてるね。引いてる。ほんまじゃ。今何時かな、3時半。わあすごいね、よう引いてるね、すんごい人じゃん。波全然高くないね。はい、今ねいろいろ食べ歩きしてフェリーのオリーバーに来ました。今からねフェリー乗って川間屋さんご夫妻と帰りたいと思います。おい、じゃあな。はい、じゃあ皆さんまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。はい、さよなら。